こいついきなりムカつくなと思ったんで、まあ、ボッコボコにしたいですね。まあ、強い試合大事を見せたいと思ってるんで。大阪で白鳥選手にその殴ってイケメンにしてやるってことがあるんですけど、ラーマン選手は白鳥選手の顔をどうしたんですか？どうしたい？まあでもやっぱ今フェイスフェイスでこう迎えた時にちょっとやっぱこいつイケメンでムカつくなと思ったんで、まあ、ボッコボコにしたいですね。白鳥選手はなんかラーマン選手がなんか連れてた女の子が振られたなんか腹いせみたいな感じにされてるんですけど、そんなにすると思ってますか？まあそうですね、特に何も思わないですけど、まあ、僕らのせいではないんで、それは顔が例えばタイプじゃなかったら、その他の部分で補えることっていうのはたくさんあるんで、それが分かってないのかなって思います。この一戦に勝って何か見据えているものってありますでしょうか？では、ヤーマン選手からお願いします。対世界ってところですかね。まあ、別に自分はそんなに、なんていうかね、視野に入れていないというか、別に強い外国人の、ストリートファイターとやるのはそれはそれで面白いと思うんですけど、別に世界の強豪と戦って勝ちたいみたいな、そういうなんていうんですかね、展望はないっすね、自分の中には。まあ、盛り上がれば何でもいいやって感じです。はい、では続いて白鳥選手お願いいたします。まあ、それは先ほども言った通り、やっぱり僕は前回の大阪大会解説で入ってて、もう間近で見てたんで、やっぱりどうしても悔しさっていうのはありましたし、自分がここで戦っていかなきゃいけないっていう思いはあるんで、まあ、本当だからさっきも言ったように、今回の試合は、まあ、それを前回負けたりとかで、まあ、流れが悪いんで一回ここで立て直したいなと、そのためにもきっちり倒して勝って、で、まあ、対世界で別にここで勝ったからじゃあ対世界で、世界を相手にしていくとも言えないんで、まず階級も上げましたし、まあ、65キロで、まあ、ライズ側から、まあ、もういけるだろうって思われるタイミングで僕は世界と戦っていきたいと思うんで、まあ、僕はでも、ずっとそこだけは変わらず昔から見続けてます。では最後に、両選手からファンの皆様に向けて、改めてメッセージをいただければと思います。ヤマ選手からお願いします。まあそうですね、まあ、今回の試合で、ヤーマンがその、なんだろう、本当に強いのか弱いのかっていうのが分かると思うんで、まあね、みんな俺が強いっていうのを本当見とけようって感じですね。ありがとうございます。では続いて白鳥選手お願いします。まあ、ね、本当今回の試合で、まあ、もう一度、まあ、強い試合で大事を見せたいと思ってるんで、まあ、そこを皆さん見て、期待して見てください。お願いします。